ンネル、大吉チャ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 ンネル。はい、皆さんこんにちは。大吉チャンネルの大吉でございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんお元気にしておりましたでしょうか。札幌の方はね、お天気はいいんだけど、ちょっとね、気温がちょっと低いような感じがね、風があったりでね、ちょっと寒い感じが続いております。週末にはね、またもしかしたら雪がっていう話もね、天気予報で言っておりましたけども、ね、季節の変わり目ですのでね、お体大切にされてくださいね。今日はですね、パワースポット神社編ということで、札幌市中央区南一条西8丁目17番地というところで、札幌の三好神社さんへ行ってまいりました。ここは参拝に来られる方も結構多いんですよね。まあ、駐車場なんかもあるんですけど、車で来られるというよりも通りがかり歩いて、そして参拝してまた行こう、ね、行っちゃうという感じでそういう人が多かったら、外し動画撮ってる間も、まあ、たくさん来てましたね。参拝して出て帰る、歩いて帰行くというか、まあ、仕事中の方も、ね、そういう感じの方たちもおりましたけどね。神社の前にはですね、路面電車が走っております。場所的にね、参拝しに行きやすい場所だと思います。駐車場、車の、行かれる方は神社の裏手に入り口があるんで、で駐車場が何台かありますので、裏の方から回っていただければと思います。神社の境内には大きなね、拳の木が一本ボンと立っておりますね。それでその脇の方には出世稲荷というお稲荷さんがありまして、皆さんね、そこも参拝されてたみたいですね。出世したい方はぜひ参拝をおすすめいたします。追悼月ですね。三好神社さん、地元では三吉さんと呼ばれておりますけどもね、そこへ行って動画を撮ってまいりました。もしね、機会ある方はぜひね、参拝されてはいかがでしょうか。では札幌の三好神社さん、映像の方をご覧ください。